えー、アニメ漫画「や」はですね、えー「機動戦士ガンダム講座」のもう第7回になりますね第7回になるんですけれどもですね「えー、敵の補給艦を叩け」っていうですね第3話第3話のですねまあ1回目ですもうあのー1 S、1話30分なんていうのは無理なんでですね、ここから先はもう延々1話について、だいたい1時間とか1時間半、あの、で語るというのばっかり、あの、や、になると思います。えー、エピソード3、敵の補給艦を叩けのですね、まあ、あの、 3回あるんですけど第1回ですねでいつも通り前半は無料で後半は岡田敏夫ゼミのです、ね、有料会員のみにお届けしています興味ある方はです、ね、月額500円のゼミにです、ね、是非参加してください今なら過去に配信した動画は見放題ですというですね まあまあまあ、定番のですね、あの、やつを話したところで、えー、今回のですね、これから話すですね、ガンダム講座のですね、見どころです。えー、まずですね、あの、1分目のところでですね、えー、ガンダム全セリフっていうのの、あのー、紹介をしてます。あの、ガンダム全セリフ集っていうですね、サイトがあって、これあの、2年前にですね、あのー、この、 前講義あのガンダム講義の中で話した時はまだあったんですけどこれはあのジオシティのブログサービスだったんですねでジオシティのブログサービスがもう終了しちゃったのでですね代わりのブログをですね、えー、ちょっとリンク用意しましたリンク出ますかお願いします、えー、こっちの方でですねまああの見てみてください、えー、あとですねあの11分目ですね、えー、ガンダム講義今から見せるやつの中のですね11分目にですね遠心重力区画の話があります で僕はですねあの講義の中で遠心重力区画をここっていうふうに言ってるんですねここにあのメガ粒子砲が入ってるんですけどこの周囲の部分がですね、えー、遠心重力区画と言ってるんですでこれ実際は違って今のですね公式設定ではホワイトベースのです、ね、中央部にですねここに2つ遠心重力区画というのがあってわかるかな、はいはいはい これがです、ね、まあまあまあぐる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 回ってという設定になってるんですよねで、えー、これですねあのホワイトベースの,あの内部機構の3面図がですねアニメ雑誌とかに載ってた、えー、ガンダム放送当時1979年あたりではですね僕が覚えてる限りではここだったんですよで理由があってなんでかっていうと実はですね今もう今サンライズとかバンダイの公式ではここになってるんですけど遠心この 直径ではですね、あの、遠心重力を発生させることができないっていうかですね、確かに足首あたりでは 1G なんですけど、こ、こんな狭い直あの、狭いというか小さい直径でぐん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 回して遠心重力を発生させても、それはその人間の足首くるぶしあたりでは 1G なんだけども、頭あたりではですね、0.3G ぐらいにしかならないっていうですね、やつで、やっぱ最低でもね、僕は直径が、 そうですね1 0ルから8メートルから1 2ルぐらいないと人間が歩くですね人工重力をですねこのぶん回しですね振り回しで作るっていうことはなんかできないというふうに思ってるんですけどもですねまああの僕がですね、えー、読んでた時代の,あ,の、えーっとですね、あれは何だったっけなアニメックとかねアニメじゃなくてね ジアニメかなんかだと思うんですけども、ホワイトベースの三面図では確かこっちになったと思うので、ちょっと間違えてました。えー、今のうちに訂正しておきます。えー、っと、まあ、あの、事前にあれこれ言うのはですね、あの、ここまでです。そうですね、今あの、ちょっとコメントであったんですけども、まあ、ここら辺のですね、問題点を回収するために、あの、ゼータガンダムではですね、アーガマという宇宙戦艦は、あの、ビームを伸ばしてですね、ビームの先に、あの、棒の先にで先進、ね、重力加工をつけて、分回すっていうですね、かなり なんていうかなあ、納得できるという設定になっているんですけどもですね、えー、事前にあれくる言うのはここまで2回目ですねそれでは「ガンダム講座」始まります、えー、お楽しみくださいどうぞ、えー、機動戦士ガンダムのですね全話講座今回はですね、えー、ようやっとですね第3話ですね「敵の補給艦を叩け」の回ですであのー、多分ですねこれあのー、ガンダムの全話の中でもですね 第1話とかはよく語られることは多いんですけども第3話のこの「敵の補給艦のたたけが」が、えー、一番密度が高いなんかすごい回になってるんじゃないかなというふうに思うのですねあ割とあのゆっくりここはあの演出とかです、ね、作画とかを含めて語っていきたいと思います。で、えー、本日付ですねあの2月20日付のです、ね、僕のブログの方にですね参考資料として「えー、セリフ機動戦士ガンダム」 全セリフっていうのですね、えー、サイトを紹介してます。で、他にですね、久しぶりにガンダム、久しぶりに見たガンダム3は敵の補給艦を叩けがやっぱりすごかったので、いちいち説明すると。この2つのサイトを紹介してます。両方ともあのアマチュアの方がやってるサイトで、あの全セリフの方はですね、えー、本人がですね、ガンダムをですね、見て、ま DVD、あ、で見てですね、で、それを耳コピしてですね、えー、全話、 書き起こしたというですね、すごいサイトなんですけども、あのー、ガンダムを研究するにはですね、すごくあ,のありがたいところなんですね。皆さんもこれ見ておいてください。あとは、このガンダムさんは敵の補給艦を叩けっていうのがですね、マニアックな視点でですね、まあ、なかなかいい解説してくれているので、今日の僕が、えー、話せなかったことも含めて他の意味でチェックしておいていただければありがたいと思います。えー、それでは行きましょうか。第3話ですね、敵の補給艦を叩けであります。 えー、今回のですね第3話のですね、えー、内容はですねまあキャラを掘り下げるというかですね具体的に言えばブライトとシャーっていうですね2人のですねまあブライトの方は艦長代理みたいなもんですけど2人の艦長の立場とかですね立ち位置人心掌握の差っていうのをですね見ればですねまあ面白いと思います。えー、っとこの時点 ですね、第3話の時点でシャーが二十歳20歳,20歳ブライトさんが19歳ですね、えー、もうほとんど同年齢なんですよで同年齢で、まあ、同規模のです、ね、宇宙船をですね、えー、なんだろうそれぞれ掌握する立場にあるものがですね、まあ、どんな違いがあるのかっていうのをです、ね、見ていけば今回あの面白いと思います。特にあの、第第話、第2話は、 アムロによってお話が進んでたんですけどもこの第3話からですね、えー、いろんな人の視点が混ざるようになっ,たなってきます。えっ、ー、とあのみんな大好きなですね「か始伝」っていうですね、まあ、あのおちゃらけたというか最初は嫌なキャラとして出てきた人もですねあの第3話の方からですね徐々に徐々に自分のキャラクターというのも出すようになってきますしあとは第1話第2話の時には単なるアムロの友達幼馴染みでですねガールフレンド的な役割 だったです、ね、フラウボーがですね徐々に徐々に何だろうな館内での立ち位置っていうのをですね作るでフラウボーの館内の立ち位置,ち位置の作り方に比べてブライトさんのです、ね、館内の自分の立場の作り方がいかに危うくですね なんだろう短絡的なものかっていうのがもう第3話のあたりから見えてきますんですね。この辺ですね。まあ見比べていただければいいと思います。えー、ではですね、冒頭のシーンから行きましょう。冒頭のシーンですね。えー、ルナ2に浮かぶホワイトベース。ちょっと暗くてわかりにくいですけども、えー、これがホワイトベースですね。えー、ルナ2ーというですね、小惑星の前に浮かんでいるホワイトベースです。で、この小惑星、まあ、小惑星っていうのはものすごく巨大な小惑星なんですけど、これの裏側あたりにですね、 えー、連邦軍のですね、えー、基地前線基地があるんですねで連邦軍の前線基地がルナツーにあるっていうのをどういうことかっていうとですねナレーションでですねルナ2宇宙都市建設の鉱物資源を売るために月軌道上に運ばれてきた小惑星であるというふうにナレーションでは説明していますでじゃあ説明してみますね <laughs>、えー、地球の軌道地球があって月がありますはい これは地球月ですね。でち、月は地球の周りを回っています。ですね。これを、まあ、ああのーえー、月の公転って言いますけども、公転の中心は地球ではなくてですね。地球の中心ではなく、月も、まあ、ああの、重力を、ああの質量を持ってるので、月と地球との、月と地球とのですね、質量的な中心点を 中心に回転してます。そこはどこかっていうと、ね、やっぱ単純に考えれば、地球が中心で月が回ってるだったら面白いんですけれども、面白いとか分かりやすいんですけど、そうじゃないんですね。地球のね、地面の下からですね、何百キロかなあたりですね、ここを実は中心にして地球はこう、月の周りを回り、月は地球の周りをぐる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 回っているわけですね。で、ルナ2っていうのはですね、ここにあります。 月の反対側ですね。これがういうですね大きい衛星がある場合ですねラグランジュポイントですね何、えー、だろうな重力というかですねあのお互いが引っ張り合う力ですね引力のですね満ち引きによって、えー、安定する軌道が安定するポイントがいくつかあります。それが1234とかいくつもあるんですけども「えー、ジオン」っていうのはですね月の裏側っていうふうに ナレーションで言われてます。つまりジオンっていうのはここにあるんですね。これジオンです。で、ここからですね地球に向かって攻めてくるわけなんですよ。なので実は月の反対側にですね位置するルナツーっていうのが地球のですねあの連邦軍の前線基地っていうふうな説明になってます。これがでいかにジオンが強いかこの時点で宇宙空間を支配しているのかというのがわかります。っていうのは 地球連邦が持っている戦力というのはこの地球本性とあと月の反対側のルナー2のここだけしかないんですよね。で他全てのコロニーというのは中立を保ってるかジオン側か地球に落とされちゃったかのどれかなんですよ。なのでここしか前線基地がないというこの恐ろしさですよね。 対して、地球が追い込まれているか、地球連邦が追い込まれているのか、わかりますね、えー。これがですね、ルナツのですね。えー、説明です、えー。月の裏側にあるジオンに対して、その月の反対側。だから、いつも月がぐる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 。地球の周りを回っている時に、ジオンもそれと一緒に月の裏側を回っているんですね。で、それと反対側にですね。ルナツがあって、ここが連邦軍の前線基地である。まあ、追い込まれた感じというのがわかっていただければありがたいです。 えー、パオロ館長はですね、冒頭ですねこう、まあ、寝てましてですね。で、そこでですね、もう本当に虫の息みたいな感じで、虫の息でもないんですけども、言、えー、うセリフです。ルナ2と連絡が取れ次第、私の名前で寄港を許可してもらい。あとは指令のわけに頼むが、という感じで、う,うっ,ってう感じで、また言葉が出なくなります。えー、パオロという名義で、私の名前で寄港を許可してもらいというのはどういう意味かっていうと、あの、ですね。 パオロ艦長がブリッジにいて、艦長という役が遂行されてるふりをしろって言ってるんですね。っていうのは宇宙船の艦長に限らず民間の船でも軍艦でも全部そうなんですけども、船の艦長、船長っていうのは絶対的な権力を持ってるんですよ。で、えー、その人が人事不詳になる、つまり動けなかった場合は、直ちに副長とかですね、副艦長とかいろんな立場の人が切り替わって、で、えー、なんだろうな。 あの、正式に船を引き継いで動かさないと軍艦として運用されないんですね。ところが今ホワイトベースはですね、ほぼ全ての軍人が、まあ倒れたか死んだか寝たきりの状態になってるんですね。なのでブライトさんが代理でこの船を運用してるわけです。これ僕らアニメ見てる子供たちからしてみればですね、いや別にブライトさんが代理で運用しようとも連邦軍味方なんだからそこのルナ2に逃げ込めばいいじゃないかって思うんですけども違うんですよね。 ルナツっていうのは軍の前線基地なんですよ。いわば自衛隊の基地とかですね、米軍の沖縄基地と同じような基地なんですね。で、そこにブライトさんが艦長というか掌握してる立場で言ったらこれ難民戦って扱いになっちゃうんですね。難民たちが軍艦を占領して軍の最前線基地に入ろうとしてると、こんなもん100%スパイと疑われますよね。<laughs> なのでですね、あの、 そのままでいけば、ブライトさんがですね、ブリッジにいてですね、パオロ艦長から、あの、権力を移してもらいました。パオロ艦長はこの通り寝ていますというふうなことをやっても、その瞬間に、おそらくルナツーでは、ホワイトベースは軍艦として認めず、難民戦という判断をされて、絶対に気候は許可されない。それどころか、宇宙空間に留め置かれたまま、検閲が行われるということになる。そうすれば、なんかこう、 せっかくシャアのですね無罪艦っていうですね巡洋艦から逃げてる最中なのに早く逃げ込みたいとかできなくなってしまうなのでパオロ艦長のですね私の名前でこの辺もあの何でしょうね僕もあの大学生の時に「機動戦士ガンダム」の3話を見た時はもう本当に耳をこうスローと通り抜けてたんですけども今回ですね、えー、ガンダム講義をするのでですねちゃんと見てみたら もうすごいいっぱい引っかかるせりふあ当時ここまで考えて作ってたんだっていうのがどん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 発見できてですねまあすごく面白いです。えー、というわけで、えー、じゃあ次のシーンいきましょう。これですねあのカット変わってですねパオロ艦長とブライトさんはですね 会話してて、ブライトさんが分かりましたって言って部屋を出るんですね。カットつながりです、えー。で、カットつながりで行くと、そうすると次のカットがですね、えー、食料を運んでくるですね、フラウボーと子供たちっていうのが部屋に入ってくるシーンにつながるんですね。で、これだから、えー、その、なんだろう、ブライトがパオロ館長がいる病室、上にこの病院のマークがありますね、病室のマークがあります、ね、そこから出てくるのと、 この難民たちが、避難民たちがいる部屋に食料がいるっていうのを同じカットで見せている。いわゆるつなぎのカットなんですけども、注目したいのはですね、この、えー、地面、床が後ろに向かってせり上がっているところです。これあの、えー、遠心重力区画ですね。で、遠心重力区画、ホワイトベースでどこにあるのかというとですね、ここです。えー、これあの、ホワイトベースのおもちゃの写真持ってきたんですけども、 ホワイトベースでのは巨大な船で、全長が250メートルぐらいありますでこの部分、この輪っ,っかになっている部分はですね、えー、真ん中にメガ粒子砲というです、ね、ビーム砲、光線砲がありますまあ、レーザー光線みたいなもんですね、それがあるので,です、ね、ついついあの見てる人はです、ね、この巨大なドーム、丸いドームっていうのは、まあ、武器を入れてるんだと思うんですけど、これはあの、ついでについてるだけであってです、ね、実は主に使ってるのは、遠心重力区画というやつですね。 直径 50m ありますで計算してみたんですけども大体1分間に10回転ぐらいしていることによって 1G の重力を作っているわけですねでこれここにビーム砲があってこの頭のところにですね手砲といわれる大砲がありますこれまた後で解説しますけども一応こんな構造になっていますなのでこの今見せたですねホワイトベースの横にある円盤部分がですね1分間に10回転6秒で1回回ることによって えー、重力を発生させてるわけですね。疑似重力ですけど。それがこの、後ろに向かってせり上がってる床になるんですで。ホワイトベースではですね、ホワイトベースに限らず、この機動戦士ガンダムの世界では、無重力空間っていうのがすごくちゃんと描写されてるんですね。無重力空間をちゃんと描写してるからこそ、 普通に人間が歩くシーンっていうのが欲しいときは、こういう人工重力っていうか、あの遠心力による疑似重力の部屋を出すことになります。パウロ館長とかは、まあ、病人で倒れてるので、絶対に重力が必要なんです、ね。っていうのは、点滴をするときでもですね、液体っていうのは重力な、あの、 重みで人間の体の中に流れていったりするのはですね、無重力空間では医療がすごく難しくなってしまう。なので、重力空間っていうのをちゃんと作って、えっ、ー、と、無重力に慣れてない避難民とかですね、あとはパオロ艦長などの病人っていうのは全部そこの区画に入れることになる。でも、まあ、元々の軍人さんとか訓練を受けてる人は無重力が平気だから、ホワイトベースで言えばブリッジっていう場所にいることになります。なんかあの、 このたりですねまあいちいちいちガンダムのですねもうあの10話とか20話ぐらいになってくるとあの無重力とかですねこのアニメの中でどのように表現されているのかっていうのを話すのがまあかたるくなってくるのですねもう1話から、まあ、何話かまで話ぐらいまでの間はいち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 そういうシーンがあるたびに解説しますけどど,どうもすいません。であのー、やっぱり「機動戦士ガンダム」が画期的であったことの一つはこの重力無重力 重力がある、無重力であるっていうのをちゃんと書き分けてることなんですね。えー、後にですねフラウボーがアムロのところ行く時にもですね無重力空間を使うがゆえの演出っていうのが出てきます。で、えー、このあとですねブライトさんは、ま、セイラさんと一緒にですねパオロ艦長のお見舞いに行きましたけども、えー、お見舞いのあとエレベーターに乗ってブリッジに上がってきます。ブリッジっていうのは、ま、ホワイトベースの指揮所ですね、えー、全体の指揮をする場所です。 えー、そこでですね、ブライトさんとセイラさんでセリフのやり取りがあります。ここでちょっとブライトさんが無っていう顔をあの顔しているのは、まあ、いくつかセリフがやりやり取りがあった後、ブライトさんが思い切って自分のことを話し始めるんですね。宇宙に出たの、セイラさんがえ、ブライトが初めてなんです。って言うとセイラが割と冷たくエリートでいらっしゃったのねっていうふうに返します。 ブライトはムッとしてもう不機嫌な顔になって「皮肉ですか?」っていうふうに言うとセーラーは,皮肉は禁物であ「弱気は禁物でしょブライトさん」というふうに返します。でこれはあのよくですねガンダムのファンの人たちが「えー、早くもブライトナンパ始めた」みたいに語ってるんですよね。えーつまり なんかこうブライトさんは後に未来、ね、さんとまあ恋愛して最終的にはです、ね、次のシリーズでは結婚までして子供まで作る感じになっているんですけれどもです、ねあのー、この時はまだまだ地味なです、ね、ちょっと小生意気なあの小太りな未来さんよりは、えー、スラッとした金髪の美人のセイラさんの方に目がいてたんではないのかというです、ね、まあそれは男として当たり前かもわからないんですけどもはい、えー、前半ここまでです。 えー、いかがでしたか <laughs> えー、まあ、あの、最後の方でですね、あの、ブリッジっていう言葉が出てきます。あの、これはブリッジに上がるエレベーターで、ブリッジっていうのは、ホワイトベースの、まあ、指令室みたいなもんなんだけどっていうふうに言ってて、ああいう部分が、 例えただこのもう本当にね何万人という人に対して話す時っていうのは見てる人の知識レベルがこう違いすぎるわけですよね。なのでブリッジという言葉を聞いたらす,すぐに「環境」っていう感じ軍隊用語というかですねあの船舶用語が頭の中に「環境」って感じが浮かぶ人もいればなんでブリッジっていうなんで橋があるのっていうふうに 考える人もいれば、ああ、なるほどね。確かに昔、反戦時代に、反戦の帆の上に、まるで橋のように横向きに、あの、ついてたから、それでブリッジだなという、マニアックな知識をお持ちの方までですね。いろいろいらっしゃる。その人らに向けて、ガンダム、機動戦士ガンダムってアニメの話をするときに、じゃあ、どこら辺かなと思ったら、まあ、ブリッジって言ってもあんまりピンとこない人。 こうい,うかったらいあのこい言方になります、えー、この後ですね、えー、今であの15分37秒までですね、やりました。で今日は31分ぐらいあります、えー。後半はですね、セーラーへのなんでブライトさんは、えー、声をかけたかと。一般的にはあのこの時まだブライトはその未来との恋愛が進んでない、進行してない状態だから、なんかあのセーラーさんに対して、えー、ナンパみたいに声をかけたというふうに 思われてるんですけど僕の解釈は違いますという話をします。これはブライトなりの,その戦略なんだという話で、えー、この次にですね、シーン変わったらですね、次は無罪、えー、ムサイあのジオンの無罪という戦艦のやっぱブリーチの中になって、えー、シャーのシーンになります、えー。ドズルとの通話シーンですね。で、えー、ブ,ライトのブライトの焦りとシャーアズナブルの焦りっていう、両者のですね、その置かれてる なんだろうなあのー、立場による焦り方の違いっていうのを、まあ、話してみようと思います、えー、実はね今回のですねあの第,第3話の1回目の肝はですねガンダムを整備中のアムロンにですねフラウボーが差し入れに行くんですけどもその差し入れのシーンのカットごとの解説ですねこれをカットごとに解説しないと本当にね そののシーンの凄さが分からないんですよね、えー。実写とアニメの違いっていうのかなそのアニメはカット割りどこでカットを切り替えてどういう構図にするのかで演技っていうのが発生するってですねこれあの実はマーベルが今あの実写映画でやってることなんですよマーベルの今の,あのエンドゲームなんていうのは完全にそれでできてるんですけどもどういうカット割りをするのかで で、その時にカット割りをした時にどの構図で見せるのかで演技手のをさせている。俳優の演技というよりは構図の演技で作ってるっていう話なんですけども、まあこれをですね、ようやっと今マーベルとかがやってると、まあ時代はですね、40年遅れでやっと富のアニメに追いついてきたなと思います。えー、機動戦士ガンダムン漫画アニメ屋はですね、第8回になります。えー、敵の補給艦を叩け。第3話ですね、それのですね、第2回というかな、中編、前中後編で 今回中編です。えー、まあ、前説としてはですね、あの、つい2、3日前ですか、あの、アマゾンの、あの、代表であるですね、ジェフ・ベゾスがですね、えー、俺は宇宙空間にコロニーを作るんだということで、フリーマン・ダイソン型のですね、コロニーです。オニール型だ。 えー、オニール型の,です、ね、あのコロニーというのを、えーまあ、ネットニュースでいっぱい流れたんですねで。こいつがオニール型のコロニーなんですけども機動戦士ガンダムでもです、ね、使われているあのシリンダー型のコロニー宇宙コロニーの中で中に、まあ、大体100万人とか、まあ、いろんな説があるんですね15万人規模とかです、ね、1000万人ぐらい進めるとかいろんな説があるんですけども、まあ、この宇宙コロニーです。で えー、これはあのガンダムではです、ね、単独で置いてるんですけども元々のオニールのです、ね、発表したプランによればこう2つ並んでるんですね2本で角度ついてるように見えますけど実際は平行ですで平行で,で2つのコロニーがわ、ね、かるかなこのうーんとこういう風にですねチェーンみたいなもので結びついてるんですね これ何かっていうとですねあのこの2つの頃に回転するきにあの人工重力というか疑似重力を出すために回転しなきゃいけないんですけど回転してたらですねえー、っとトルクが発生してですねであの軌道がですねあの太陽の方を常に一定の方向を向いてなきゃいけないんですけども、えー、これが太陽の周りをぐるぐる回る時にですね 実はこう単独で回転してたらトルクつまり軸が方向を変えたくないという力が発生してしまうで太陽の前をですねコロニーはこう回転してるわけですが、本当に言えば太陽の方をいつもこう刺してなきゃ日の光が入らないわけですねところが自転することによってこの核運動量が発生してしまったらですね常にこういう風になっちゃうわけですね太陽の周りをこうこんな風になっちゃってでそうそれではいけないとこうなってほしいと そのためにはどうするのかというと、この核運動量を殺消さなきゃいけない。そのために、2つのコロニーがそれぞれ反対側を回ってる必要があるんですね。つまり、なんか、あの、機、飛行機の操発機もです同じようにトルクを操作するために、こう、お互いのプロペラを逆回転させるときがあるんですけども、それと同じで,です、ね、これ逆回転してるんですよね。お互いに打ち消し合う力っていうのを作るため。 えー、というふうなことがですねあるのでまあ本当に言えばガンダムもですねほん、えー、は2つ2個1で回ってるというふうにあ総裁だ総裁本当か俺総裁って読んでたんだけども総裁ああああ変化しちゃった、総裁。 本当だ、総総裁だ俺、読んでた。ああ、もう本当にね人と話すより本を読んでいたという,です、ね、もう子どもの頃のこのデメリットが出まくりですよね子どもの頃に読んでる時は口に出さないから全部頭の中で読んでるだけなんでこんな言葉小学校ぐらいから知ってるくせに60歳を超える今まで絶対に総作だと思ってたっていうですね俺まあまあいいやはいはいええー、ということで,ですねあの、ま 本当はこういうですね、コロニーは肉を一でなければないというふうなことをですね、まあ,あの、ちょっと頭の中に引っ掛けていただければいいと思います。えー、まあ、あとはですね、今週のまあ無駄話としてはですね、えー、ガンダムオリジン NHK でやってるやつがですね、あの、第3回までですね、あの、オンエアされたんですけども、なんかね、あの、一つ発見したんですけども、 あのオリジン宇宙って呼んでるんででるすけどね <laughs> あの。オリジンバースと呼んでもいいんですけど <laughs> ガンダムオリジンってですね例えばこう僕らの宇宙ではですねパッと物から手を離した瞬間にこの瞬間から重力というか引力が働いてこの瞬間から物が落ちますよね。ところが あのオリジン宇宙ではですねパッと手を離してもしばらくこいつが空中にとどまってるんですねでしばらく空中にとどまってからパーンって落ちるというですねこれがあのためがあるというんですかねこのためがオリジン宇宙の全てのなんかこう法則性なんですねでこれは物理法則だけではなくて心理法則にも働いてると。 なんか主人公が何か辛いことがあってもですね、なぜか、うんうんうんとか、バカなそんなことはないとか、まあまあ、これは今川バースでもよくあるんですけど、今川監督のうちでもあるんですけど、何かそんなことはないって言いながら、急にキャラクターが極端なことにバーッと出ることがあるんですね。物理法則、心理法則、すべてにですね、あの、まあ、あトムとジェリー式でて今、コメントが出たんですけど、そうですね、それが働いてるのがですね、あの、オリジン宇宙の法則だなと思って。なので、ちょっとね、あの、 来週からですね「ガンダムオリジン」見る時はあオリジン宇宙の法則がここでもねあの働いてるなというふうに思うとこれ「カリオスソンしろ」っていうふうに今ちょっとねあの書いてる人がいたんですけどあのよく見比べてください、えー。安彦さんの方が極端なんですよ。安彦さんの方が極端で、かっていうとその「ため」っていうのは何のためにするのかというと決めポーズと決めポーズをちゃんと作るために「ため」っていうのが必要なんですね。ところがその 宮崎宇宙の中ではですね、そのキメポーズっていうのを嫌うんですね。動きの中にかっこいいシーンを入れるので、キメポーズを嫌う傾向があるので、実はあまりためがない。軽いためがあるんですけども、そこはですね、その安彦宇宙の方が、こう、カーッと見えを張るというのに近いのですね、ためが大きくなってしまうんですね。まあ、こういうですね、なんかこの、 作画の癖とか演出の癖、演技の癖みたいなものを宇宙法則みたいにして考えると、あ心理描写にも共通してるなというふうな、なかなかこうあって面白いと思いました。えー、今回の講義ではですね、あのー、これ出てくるんですけども、内容とクオリティの違いというのを話してます。これまあ、前説ですね。 よく混同されるんですけども例えば昔のアニメはですね内容で評価していたでも最近のアニメはクオリティーで評価するっていうのが基準になってるっていう話の中でしてます例えばその内容も作画もすごいっていう言い方をしてると「あのルパンのテレビ版のルパンの最終回のさらば愛しのルパンよ」というやつはあれはあの「内容も面白ければ」 シナリオも面白ければすごければ作画もすごいっていう,うな言い方をするんですけどもそれに対してですね「あの超熟要塞マクロス」テレビ版のです、ね「二十七話だったっけな愛は流れるのかい」っていうのはですねこうあなんかヒカルとミサのいい表情と思ったらです、ね、その2人がバルキリーのガウォーク状態でスーッとスライドして消えていく時に急に絵がガタン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 ってなると。 でこういうのはですね、その内容的に言うとですね、えー、作画がいまいちだったねみたいな言い方をするんですけども、そう、最近のアニメはですね、クオリティ、内容という言葉ではなくて、クオリティで評価するんですね。でクオリティというのは何かっていうと、その、見た目のですね、美しさっていう風なものがどれぐらい維持されてるのか。だから、マクロスみたいに途中でガタガタになるのはもってのほうがだし、それ以前にもっと線が あの描写が細かくてその描写が一貫して矛盾がないことっていうのがクオリティーが高いっていうふうに見るんですね。えー、まあ、まあ、この、で、ガンダムジオリジンっていうのはそのクオリティー重視時代のアニメなので、昔のガンダムと違ってですね、クオリティーを重視している。昔のガンダムは内容を重視しているんですけども、今のオリジンはですね、クオリティーを重視していると。この辺の話がですね、まあ、あの途中、前半で語っているので、まあ、あの自分自身に確認してみてください。 それではです、ね、第 8,、えー、8回ガンダムのです、ねえー、敵の補給艦を叩けるのです、ね、見どころです,、えーっとですね、あの後半の方で、で無イとパプアの、えー、接続パイプの爆発シーンが出てくるんですけどもやっぱすごいです、えー、これですねガンダムの無、まあ、イ艦っていうちっちゃいのしかなくてすみませんでそれに対してこれはあのシャーが乗ってるやつですねそれに対してパプア補給艦っていうのが横付けされてでまあ 実際にはこの補給パイプがドッキングでくっついてですね、補給されるんですけども、この間にミサイルが入ってきて、えー、っとですね、あれコアファイターがったミサイルかな。で、一瞬にしてこのパイプがですね、蒸発したみたいになくなるんですね。で、このあたりの描写がいかに革命的ですごかったことかっていうのをですね、語ってますですね。でなんでこれが、 ガンダム第3話での語るべきシーンになるのかというと実はこういうです、ね、一瞬で爆発したらです、ね、蒸発してくるようなシーンというのはこの第3話にしかないんですね。でなんで第3話だけかというとテレビシリーズっていうのはあの特に民放で作るこの時代のテレビシリーズっていうのは大体ですね2班体制とか3番、ね、体制半で作るんですね。 だから、そのスタジオがまあまあまあ話数ごとに変わってたりもっともっとスケジュールがひどくなってきたら1話の中の前半と後半で作る班が違うというのも割と当たり前だった当たり前って言ったら言い過ぎですね <laughs> まあまあまあきよ,よく聞く話だったっていうなんですけども、えー、なのでですねあ,のあるアニメを作る時スタッフたちに このアニメはこれぐらいの本気度で作るんだ、リアリティレベルで作るんだ、作画のクオリティで作るんだっていうのを教える役割っていうのが1話から3話ぐらいにあったんですよ。あの、一つ、社内に一つの班しかないジブリみたいなアニメだったらです、作り方のアニメだったら、そんなことをする必要はないんですけども、テレビアニメっていうのはいろんなスタジオに発注するのでですね、逆に言えば1話から3話っていうのは、 それぞれなんかこう見本みたいになるんですね。で、実際にスタッフたちが手を動かして、リテイク、これ、リテイク書いてきて、あ、これ通ったっていうのがわかることによって、あ、なるほど、こういう世界観で行くんだっていうのがわかる。だから3話でこの途中爆発したらですね、爆発したものがうさん無してしまう、蒸発してしまうっていうのは必要があって入れてるわけなんですよね。だからまあなんか、最初の三話でですね、この アニメ、非同戦士ガンダムやればガンダムっていうのはこういう思想で作るんだ、クオリティで作るんだっていう宣言であり教育なわけです。で、これをなんか3話で話してる理由はですね、多分その監督の富野さんはですね、全部この3話並みのクオリティでやりたい。1話二話、3話並みのクオリティでやりたいはずなんですよね。でもできない はい、ここから先ですね「ガンダム講座」どんどん進むにつれてですね作画がどんどん荒れてくるという部分分かりやすい部分はあるんですけどもも,うもっと単純にこの第3話のようなお話とですねそのんだろうな演技とですね作画ががっちり組み合わさったものっていうのは毎回毎回できるわけじゃないんですね。で、えーまあ、このクオリティーでやりたいんだけどもでも実は。 当時のサンダイツの体力ではですね、できなかった。制作能力ではできなかったんですね。で、歯を食いしばって富野さんはですね、クオリティをあえて下げて作って。 行くんですね、ここから先ですね。だからその意味で言えば僕は富野義行というのはですね、ヤン・ウェンリーだと思ってるんですよ。あのー、ジブリの宮崎駿の作り方っていうのはですね、銀河帝国軍のですね、あのラインハルト・ローエングラムなわけですよ。すべての物量を自分の動かしたように動かして、ベストの体制を作りながら、その中でも自分自身では妥協しているつもり、例えばスケジュールを守るというふうなことで妥協しているつもりなんですけども、所詮はですね、お坊ちゃまの学習院 大学を卒業した人がですね東洋で一番環境のいいですね東映動画に就職してでその中でやりたいことができないという極めて贅沢な理由で会社を辞めてですね。 で、アニメを作っていったというです、ね、言っちゃ悪いけどもやっぱりその育ちのいいお坊ちゃまのです、ねえー、皇帝です、ねあのー、ラインハルト・ローエン・グラムなのに対してです、ね、もう富野義之というのはです、ね、同盟軍のヤン・ウェンリーだから常にそのベストの状態で戦えないその時にある自分の状況とかを組み合わせてなんとかローエン・グラムいやラインハルトにです、ね、負けない程度の戦をするというのが精一杯だったと。まあ そういうですね。状況をですね。あの見ていただければちょっと頭に中に入れていただければ、富の周期を僕がすごい評価して。 で、あの、本当に僕は、あの、黒澤明よりはずっと優れた、あの、映画監督だとずっと思ってるんですけどもですね、それは、この当時のト富の市域であって、今のト富の市キがそうだという話ではないそれはまた、もっともっと長い話になってきますので、いずれいずれ。えー、でも事前に、あれこれ言うのはこれぐらいにして、それではですね、えー、機動戦士ガンダム講座始めようと思います。準備 OK ですかえそれではですね、映像をどうぞ。さて、 えー、こういうふうな話が進みながらもですねブリッジの方ではまあ口論が始まりますねえですえ未、ー、来さんとですねブライトさんのセリフのやり取りです「未来シャアの無才なぜ攻撃しないのかしら」「ブライトこのホワイトベースの性能が読めないからだろうな」と「未来それと武器を使い果たしているということも考えられるわね」とそれに対してブライトがああしかし未来が「しかし?」「ブライト 我々にそう思わせる作戦なのかもしれないっていうですね。ここであの未来さんとまあ未来さんもまあ素人なんですよね。素人で一応軍服は着てるんですけど素人としていろいろあのブライトの方にですねシャアのムサになぜ攻撃をしてこないのかしらっていう疑問を持ってきます。これはその未来さんが最終的に言ってることが正しいくてブライトがダメみたいによく語られるんですけどもというより未来は 全くこの船の行方というかそういうふうなことを心配してる,らし心配してるんですけどブライトに比べて責任感の分量が違うんですね。なので逆に言えば客観的に見れるし何だろうな,なんで攻撃をしてこないんだと。ブライトにして,くるしてみれば。 今攻撃されないよかった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 のこの連続なんだけども未来さんの方は何で攻撃してこないのかしら今攻撃されたら私たちなんかもうぺっちゃんごにやられちゃうのにっていうそういう敵の視点でものが見れてるんですねでこれはやっぱり言い方を悪くすす。れば、無責任だからですなので無責任だからこそ未来さんは真相本当のことにですねいち早くたどり着いてブライトにそれを伝えようとしてる。でで。も、ブライトの方はブラライイトトのの方方は 今攻撃されてなくてホッとしてるからそっちの方にですね思考が回らないんですね。なので我々にそう思わせる思わせる作戦なのかもしれないっていうふうにすべてのことを考えなきゃいけなくて疑心暗鬼に入っている。そこにオスカーというですねこの手前のレーダー担当の人間が報告してきます。シャアの無罪に接近する船があります。未来が援軍って聞きます。オスカーがわかりません。15分後に接触します。 だセーラさんが、えー、未来の推測が当たったんじゃなくてっていうふうにですね厳しい追及をしてきますだブライトがですね軽率には言えなな巡洋艦だったらどうするというふうに言いますえー、っとこれは後であので巡洋艦の説明しますけどもですね、えー、なそれまでつかず離れずの距離にいたですねシャアの無罪がですね ななんで攻撃してこないのか、実はホワイトベーースのメンバーには全く分かってないなですね。でももうそれはなんでかって明らかで実はシャアはもうザクもなくなって攻撃するためのモビルスーツザクも自分の赤いやつしかなくなってでミサイルも残ってるミサイルっていうのはもうほぼ撃ち,ち尽くした後、あとはまあちょっとした攻撃に使えるやつはあるんですけどほとんどない状態だからこそ攻撃したくてもできないだから補給を受けようとしてるんですね。で シャアのムサに接近するものがあって、で、それが果たしてその困っているムサに対して補給する補給艦なのか、ひょっとしたら大型の戦艦がやってきてしまって、いよいよホワイトベースに総攻撃を仕掛けようとしているのか、ホワイトベース側からしたら全くわからないんですね。なので、まずミライさんは援軍かどうかを心配したと。で、ブライトはその援軍かもしれないというミライの推測に同意して、だ。 やっぱり軍人ですから、敵の力を最大限に見積もった時にどうすべきかというのを考えるので、基本的にブライトさんのやり方正しいは正しいんですよ。ただ、物事を俯瞰的に見てる視聴者の僕らから見たら、ブライトさんのやってることっていうのは、すごいななんだろうなあの権威主義であったり、ガチガチであったり、愚かであったりというふうに見えちゃうんですね。ということで、「巡洋艦だったらどうする?」とブライトさんは言ったら、ミライさんが、 シャアの武,武裁に武器を補給させる前なら、私たちにもアムロにも戦えるかもしれない。と先制攻撃を言い出します。ブライト、攻撃に出ろというのか未来。もう一度、シャアの攻撃を受けて守りきれますブライトさん。つまり、ここで待っていても、状況は補給であるか、援軍であるか、どっちにしても、私たちの立場は、これから1時間後、ものすごく悪くなる。と。だったら、今のうちに攻撃した方が、 いいに決まってるじゃないか、おバカさんっていうのが。<laughs> えー、もう一度シャアの攻撃を受けて守りきれます、ブライトさんっていう。相手の名前を最後にブライトさんってあえて付けることによって、まあちょっと高みから言ってるんですね。で、ブライトは、我々は正式な戦闘員を一人だって持っちゃいないんだ。うん未来は 実は軍人でない訓練を受けてない状況が分かってないからだったら今だったら攻撃できるかもしれないわねっていうふうに言うんですけどブライトにしてみればちょっと待ってよとガンダムガンキャノンガンタンク全部あるしまあなんかコアファイターという戦闘機はあるしこっちにはビーム砲も手法もあるんだけどそれら扱うのは全員素人だぞと言っちゃえば中学生とか高校生みたいなやつしかいないんだぞとこれで攻撃なんて言っても攻撃自体が成立するはずがねえじゃんかっていう すごい常識的な軍人だったらそれでパッとわかることを言うんですけど、そのブリッジにいるです、ね、ミライさんとかセイラさんってったら全くわからないんですよね。なので我々は精神が戦闘員一人だってモッチャいないんだって言いながら一応オペレーターにお話を聞きます。オペレーター敵の接触と補給にどのくらいかかるもんかなって。 門かなですよね敵の接触と補給にどのくらいかかるもんかなというふに思わず聞いちゃいますそしたら、えー、マーカーもう一人のですねオペレーターの方が武器だけでしたら10分回ればブライトさんは25分かということで15分後に接触10分で補給だから25分だけタイムリミットができたさあどうすればいいのかと悩んだところにセイラさんが横から「艦長さんに聞いてみたら?」って言います。つまり なんか冒頭で安心して寝ててくださいパウロ館長って言ってるところにまた行っていちいち聞くしかないんじゃないのってあなたが言うとおり、えー、我々は正式な戦闘員を一人も持っていないんだぞというですね言葉に乗っかって、じゃああなたも素人なんだから館長さんに聞いてくればっていう,うに嫌み言うんですね。<laughs> そしたらブライトさんはそういう言い方やめてほしいものだなっていうふうに一生懸命踏ん張って反論します。いやで、 ブライトさんは思わずその隣にいる同じ男同士のですね、もう女二人にいじめられたから、隼人君どう思うかねって言うと、隼人が、はい、相手がいくら大きくても腰を引いた習慣だかバランスを崩した時なら倒せるものです。これ柔道の話ですからとのんきに答えたら、ブライトさんが、もうとりあえずこれでブリッジの意見は全部聞いちゃったので、どうすりゃいいんだということで、未来さん各位ブリッジに集合うということでですね、あの、ぜ、 とりあえず呼べる限りてかその場で手を空いてる人間はみんなブリッジに呼んでですね多数決で話を聞こうとしています明らかにもうまずいパターンに入っちゃってるけどもブライトさん多分それするしかないなっていうのがまあ大人になったら今だからわかるえパニックな状況の時の人間の、まあ、動き方みたいなもんですねえ無罪が何で攻撃してこないのかブライトがですね 恐れるのは援軍であって未来は補給と援軍の両方の可能性を考えてるんですね。でどっちにしても25分後には結論が出るんだから先に攻撃しようというふうに言い出す。でも未来さんの予想がね当たったのはねそれは結果論であってポイントはブライトはやっぱりどうやったら人身掌握していいのかと同時にどうやったらこのホワイトベースを生き延びさせることができるのかっていうのがもう分かんなくなってきてるんですね。で視野 心が狭くなっている判断がもう狭くなっているっていうのはアムロもブライトも同じでそのアムロとブライトがここから先お互いに引きずり下ろし合いながらですねディスり合いながらなんかさらに状況が悪くなっていくというのが3話の流れです。でさっき話したブライトさんの軽率には言えない。巡洋艦だったらどううすす。る?」いう話で,すで僕もあのやっと今回見返して気がついたんですけども。 巡洋艦だったらどうするっていうのはあれじゃあそのシャアが乗ってるのは何だろうと思ってですね調べてみたらですねこれがあのガンダムに出てくる、えー、無彩というですねこれシャアが乗ってた、まあ、機種とちょっと違うあの艦士とちょっと違うんですけど、まあ、大体こんなもんです。えー、無です。軽軽軽艦。軽巡洋艦軽巡というやつになってます。つまり巡洋艦より軽いっていう意味ですね。 軽いということは重巡洋艦っていうのもありますで。あのね。軍艦海で戦うまあ宇宙で戦うと言ってもいいんですけど、船にはですね。3つのカテゴリーがあります。えー、戦艦で巡洋艦駆逐艦ですね。この他にも色々あるんですけど、だいたいこの3つだと思ってください。で、戦艦っていうのはものすごい攻撃力と同時にものすごい防御力も持っているまあ、戦艦ヤマトみたいなもんですね。 で、あのー、運用するのは大変だし、速度もそんなに速くないし、いわゆる決戦兵器みたいなんですよ。なので、普通海の上で戦うのは巡洋艦です。でそれは装備が軽くて武装も割と少ないめの軽巡洋艦と、まあ、装備も武装も重たいというか大きく持っている重巡洋艦、重い巡洋艦の2つに分かれます。巡洋艦つまり、えー、太平洋とか大西洋を渡れるような船っていうのは。 巡洋艦という名前がつくんですね。だから多分宇宙空間でもですね、えー、コロニーから地球に行けるとかですね惑星艦が行けるような船っていうのはおそらく巡洋艦とと呼んだんだだ思いますで。その中でも敵と遭遇した時に戦争を始められるような規模のものが重巡洋艦でそうではなくてあくまで戦闘補助につくようなものがこの無罪の軽巡洋艦です。で 駆逐艦っていうのは、三つ目の方が駆逐艦というのは何かっていうと、あの、宇宙戦艦ヤマトに出てきた、こいつ覚えてますかこれあの、ガミラスデストロイヤーってやつ。デストロイヤーっていうのは駆逐艦という意味で、これ何かっていうとですね、あの、宇宙軍艦で、こんなふうにですね、あの、巡洋艦とかがやってる時にですね、こいつとか戦艦を攻撃するためにですね、 つまり魚雷艇という敵のちっちゃいボート本んとにボートですに魚雷を2本とか4本だけ積んだやつがモーターボートみたいなのがシャーッと走ってってで魚雷を撃つんですよそうするとこいつに魚雷が当たったら沈没しちゃうとなんこんなちっちゃいカトウモンみたいなやつなんですけどなんせ小さいから小回りが利くのでこいつはなかなか攻撃できないとでそういうのを攻撃する専用にデストロイヤー駆逐艦っていうのがあってですねこれがその魚雷艇とかをやるので あくまでこれは、えー、海を渡って向こうの大陸まで行って攻撃するというのではなくて艦隊行動についてきていざ戦闘となったら周りから潜水艦とか魚雷艇の攻撃があったらそれと戦うの専門が、まあ、駆逐艦だと思ってください。 で機動戦士ガンダムは最後のですねあの第3部で宇宙に出てですね大決戦する時に戦艦巡洋艦駆逐艦全て出てきてそのほかに魚雷艇みたいなものもいっぱい出てきますので,です、ね、ちょっと今のうちからですね、えー、将来そういうふうなものも出てくるというふうなことを覚えておいていただければと思います。<laughs> <もうね笑> いやそんなに俺ミリタリー詳しいわけじゃないんだけれどもなんかねもし巡洋艦だったらどうするんだってブライトさんが言った瞬間にじゃあ今シャアが乗ってるのはなんで,でガミラスにをガミラスじゃなんやジオンにおいて戦艦巡洋艦っていうのはどういう区分けになってるのかっていうまああの後にですねその出てくるザンジバルっていうですねあのシャアのなん 宇宙船になるやつなんですけどあのラン・バラウルが地球に降りてくる時の軍艦ですよねあれは軌道巡洋艦ってことになってるしあとはあのジオンが主力戦艦みたいに使ってるのがチベあれは重巡洋艦ってやつになります。なのでこの辺もですねまあちゃんと見ればすごく面白いんですけどもあまり深くは突っ込まないようにしときます。あのやっちゃうと大変なので。 いや、まだねあのー、3話始まってですね5分目あたりをうろうろしてますけども <laughs> すいません。ということでですねブライトさんは、えー「みんなをブリッジに呼んでくれ」っていうふうに言ってこれから多数決の会議をします。で多数決の会議のシーンのですね作画がまあ下手なんですよ。えー、これなんですけども、まあ、みんなが集まってるこれはいいとして。 後ろにあるです、ね、ままあ、地球がつくか分かんないのが書いてあってその前にモニターとかレーダーのマークなんですよね。この丸が明らかに歪んで,るんですよねでこれねあの最近のクオリティ重視のアニメを見てる人から見たらやっぱ昔の「ガンダム面白いよ」とか「ガンダムみ見てよ」とかって言ってもみんなやっぱ見てくれないんですね。 明らかにクオリティの低い絵とかですね、<laughs> 線の少ないロボットとかですね、あとキャラクターもですね、なんだろうな、あの、髪の毛とかをちま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 描いてないんですよね。で、あのー、2月の、あれはいつだかの19日のニコ生でですね、僕はあの話したんですけども、えー、アニメっていうのは、その氷川竜介さんの分析なんですけども、内容で なんだろうこのアニメはいいと言われた時代から、えー、クオリティって言われるです、ね、あのどれぐらい線が多いのかどれぐらい背景が狂いがないのか例えばロボットだったら絶対に狂いがないように CG で描いてるのかとかですねキャラクターだったら髪の毛の一本一本までも描くようにガーッと細かく描いて、まあ、こんな塗りでべったり塗ってるようなものはクオリティが低いというふうに言われるそういうふうに言われる時代になったっていうな,なので見てる人はお話中身ではなくて クオリティで見るようになっちゃったっていうなんかそういう時代背景話したんですけどもこの「ガンダムの」のこのシーンの背景なんかですねなのでなんだろうな、あのー「ガンダム講座」っていってです、ね、前話やる時にですねやっぱり皆さんも「あじゃあ岡田推しがこんなこと言ってるから見てやろうかと思って見たら。 あの、明らかにこんなクオリティの低い画面が出てきますけど、そこはもう、あの、あまり気にしないようにですね。えと、あまり気にしないようにってしか言いようがないんですけど、心の目で、あ、今作ったらここら辺は補正されるだろうなぐらいで見てくれればいいと思います。えー、ブライトさんはですね、みんな集めていきなりあの、多数決通ろうとしちゃいます。みんなの意見が聞きたいが時間がない。 多数決で決めさせてもらうとまずできるできないはゴブゴブだがとにかくルナツー全進基地に逃げ込むのに賛成な人を手を挙げてくださいっていう風に言っちゃってまあなんか手を挙げるとでもまあおじいちゃんおばあちゃんとかが手を挙げるわけですねではこれもゴブゴブかもしれんか <laughs> どっちもゴブゴブなんですよね <laughs> 我々が打って出る方に賛成の人はっていうことでまあ手を挙げさせるんですよねで結果的にかはまああの攻撃することになるんですけどもあの。 やっぱりブライトさん自分一人では判断できない。だからといってパオロ監長に聞きに行こうともしないっていうのは、もうねこれだけデータが少なかったら判断する基準っていうのはもうやる気とかですね現場の意,意味しかないんですね。だからここで多数決を取っても無駄じゃないかって思うんですけどもブライトさんは。 絶対にね多数決の無意味さをもちろん知ってるんですよ軍人教育を受けてるからでこんな時にあの多数決頼っても仕方がないのは分かってる軍人として正しいのは何かっていうと、えー、艦長がでは攻撃だっていう,ふうに決断して迷いがないように見せるのが正しいんですよでも現実にそれを19歳の若造の、えー、士官候補生でないブライトノアがやったらどうなるのかというと艦内に 不満とか不平があふれて結局そんなことを言われてもできないに決まってるっていうふうに言ってあの戦えるはずのものも戦えなくなっちゃうんですね。でそれよりは自分のメンツを捨ててでもですねこのブライトさんが実はメンツを捨ててでも多数決を取ろうとしたっていうことを着目している人がもう本当に誰もいないんですけれどもブライトさんはその軍人教育を受けているからですねそあのやっちゃいけないことぐらい分かってるんですよ。なんで ブリッジに人を呼んで、多数決ののをするのかというと、いう多数決で自分たちが決めたことだからそれぞれの現場で逃げずに頑張ってくれるだろうというところにまあ一ちの望みをつないで呼んだわけですね。というわけで多数決を取りそして自分の意見っていうのは後で手を挙げると。でまあここで「開始伝」なんか周りの方をキョロキョロ見てああなんか攻撃する方が多いみたいだなということで多い方に合わせて手を挙げるとこです。 アムロはもっとずるいんですね。襟を直しているふりをしてブライトさんの目をじーっと見てるんですよ。あんたどうするつもりですかと。え軍人さんでしょうと。俺お父ちゃんが軍人っていうかあの技術士官だから知ってますよ。こういう時軍人っていうのは多数決で決めないですよねと。 そうじゃなくて、あなたがどうすべきか言うべきじゃないんですかみたいな挑戦的な目で、ブライトさんをじーっと見てるんですね。ブライトさんはもうそれに対して、<laughs> 俺は動揺してないよって振りでですね。<laughs> さあ、みんなの意見を聞こうということで多数決を取ると。で、ブライトさんが振り返ってみたらですね、もうあの、周りの目をキョロキョ、きょろきょ周りをきょろきょろ見て手を挙げる開始点と真反対にですね、セイラさんなんか誰持ってですね、後ろも振り向かずにですね、みんなの方を見もせずに背中だけでこう手を挙げてるんですよね。<laughs> <laughs> 意志の強い嫌な女と意志の弱い嫌な男っていうのがブリッジで両方いるところでブライトさんが「ああ多数決で結論出たみたいだな」と思ったらアムロがブライトさんの目を見て「いや俺も賛成ですよ」だって戦いに行くの俺だから命懸けるの俺だからとこの中にいる人で実際で戦場に出るのって結局俺でしょみたいな感じで手を挙げるんですね。 意地とでしょう、ね、なんか悪意みたいなのがバチ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 たぎるシーンでここら辺で深くやろうとしたら何ぼでもやれるんですけども3話はやらなきゃいけないことが目白押しなのでまだ CM 前ですから <laughs> 発信してないんですよね。<laughs> ということで「えー、よし決まった」とブライトさんは言います「よし決まった」出撃するアムロはガンダムリュウはコアファイター場合によってはガンタンクの出撃もありうると「ビームホーンスタンバイ」 急げいいうふうふに言いますで「ホワイトベース180度解凍」っていうふうに言うんですけどもあのやっぱガンダムがあの何回も言いますけどこれまでのロボットアニメ SF アニメと何が違うのかっていうとそういうプロセスですか何かをやるきプロセスっていうのは何かをやるときにこういう順番で手順を従ってやらなければいけないということをもうできるだけ守ろうとした作品なんですね。なので ヨシキまた出撃すると言った時にまずブライトさんが言うのはビームスこれが後でですねその後半戦でですね、えー、ジオンのです、ね、無罪艦とです、ね、無罪という巡洋艦とホワイトベースとの戦力の差になってくるんですけどこの時にもう出撃するというふうに決めたからビームフォーススタンバイする 僕らビーム4スタンバイっていうのはなんかよくある絵としてよくあるだからハッチがグワーンと開いてビーム4が出てくることだろうと思うんですけどそうじゃないんですね。エンジンジ出力をこれから上げておけという意味です。と同時に回答180度回答っていうのは船の方向を変えることです。あの宇宙船がこうあったらですねホワイトベースはルナ2に逃げ込もうとしてからまあ前をルナ2の方に向けてるんですねそして後ろの方からシャアの無罪が追いかけてくると。 で宇宙空間だからですね別にあのこうなってもこうなってもいいんですけどもこっそりと方向だけを変えるんですね。あくまで進んでるのはこっちなんですけどもよしきまった出撃するということで回答180度ですねこっから先は後ろ向きに飛んで頭を向けると。なんでかっていうとホワイトベースの主な兵装攻撃する兵器は前側についてるしでガンダムとかあとえコアファイターを発信するためのカタパルトも前についてるから。これなので こっそりと180度回答、頭を回すというふうなことをやろうとします。はい。えー、前半はここまでです。えー、いかがでしたかあのー、中に出てくるですね、ホワイトベースのブリッジに、ブライトさんがみんなを集めて多数決を取るというシーンはですね、明らかにもう今考えると、あの、虫プロ時代の手塚治虫がやったことですよね。<laughs> 手塚治虫がですね、もうあのー、みんながですね、辛くてこ、これ以上アニメを作ることが耐えられない、でもクオリティを落とせないという時にですね、あのー、 虫プロっていうのはクリエイターの集まりで作った会社だ。だからみんなを呼んで多数決を取ろう。クオリティを取るべきかそれともみ、みんなが生活できるようにクオリティを落とすべきかみんなクオリ、クリエイターだから、そんなことはないです。ク、あの、クオリティを落とすのは嫌です。生活が多少しんどくなってもクオリティを守りましょうと言ってくれると思い込んでたのに、ほとんど全員がクオリティを落とすっていううな、こうなんか多数決を取ったというですね、あれが、 まあ、頭の中にあったんじゃないのかなっていうのがですね、今回のガンダムの、まあなんか見てですね、あの思ったことです。いやー、なかなかね、すごいですよ。だから、クリエイターってやっぱりね、自分の経験をいかに作品の中に出してくるのかが、僕はあの、ポイントだと思うんですよね。で、こういうのをですね、そのパンツを脱ぐっていう言葉で、昔のガイナックスでは用語として使ってたんですね。あの 監督がパンツを脱がなきゃダメだ、裸になんなきゃダメだっていうのは、自分の恥ずかしかった思い出、辛かった思い出っていうのを作品の中にはめ込んでいくことで血肉化されていくと。そうでない限りは、例えばその異世界でチートな能力を持った主人公が、なんかこうヘラヘラしてたり、悩んだふりしたり、女の子にモテたりっていうのをやっててもですね、それはちょっとやっぱりね、 あの上滑りにやっぱどうやってもなっちゃうんですねよっぽどの天才がやってもでその中で自分の経験っていうのをなんかこう入れていくと作品に変な厚みっていうのかな分厚さが出てくるこれがこの映画の不思議さだと思うんですね。 あの風立ちぬの時にですね、えー、庵野秀明がですね「宮崎さんはやっとパンツを脱ぎましたね」っていう風に言ったのはどういうことかというとあの中で宮崎駿が自分自身が例えばジブリにあの新入社員が入ってきたりとかですねジブリの中でスタッフに声をかけてるつもりでもでもよくよく見ると可愛いい女の子にばっかり声をかけてるとかですねそういう自分自身っていうのをやっと出してきた。 パズーとか絶対そういう行動をしないからパンツを履いてるどころかパンツの上からです、ね、ズボンも履いてそれどころかオーバーコートまで着てる宮崎早尾がひょっとしたら10まで持ってる宮崎駿がようやっとパンツ程度にパンツ程度になってるというふうな意味だったんですね。まあ、こののりです、ねあの、富野義之というのは、花から かなりですね、ガンダムではパンツをですね、脱い、脱いでるというかですね、この後の富野義之さんに関して僕が、いや、この時に富野義之さんすごかったんだけどもっていうふうに言ってるのは、その後はですね、あのー、 もう最初から脱ぎっぱなしがすごすぎるというか、富野さん脱ぎすぎですっていうのがですね、ゼータガンダム以降の富野さんの僕のやっぱこう思ってるところでもあるんですけど、まあまあその辺もいつかいつかですね。えー、で、あとあの、この中であの言ってる通りです、ね、ミリタリーに僕は詳しくないんでですね、あの、戦艦、14艦、駆逐艦っていうのも、 多分ね、その、第二次大戦までの用望、言い方と、ベトナム戦争ぐらいまでの、いわゆる日本が敗戦してからベトナム戦争ぐらいまでの言い方と、現代の言い方と全部違うんですけどもですね、あの、めちゃくちゃもう単純化して喋ってます。だから、重順要感、軽重要感の時も軽い思いって皆さんが漢字を連想できるように言ってますけど、もちろんそうではなくて装備の差なんですけどもですね、別に排水量とかの問題で言ってるわけではないです。で、 敵の補給艦がですね、やっと今回出てくるんですけども、まあ、あの前回ですねあのこれ、これ見せたのがですね、<laughs> こんなね、ちっちゃい、ね、模型しかないんですよね <laughs>。で、たまたま手に入ったですね、パパ補給艦がですね、この同じようなサイズだからこれ比較でちょうどいいんですけどもですね、 あの、昔バンダイから出たですね、なんか400円か500円ぐらいの模型ありましたよね。あれが一番いいんですけども、今あれね、売ってないんですよ。で、売っててもですね、あれをもう一回手に入れて、組み立てて色塗ってっていうのをやってると、ガンダム講座に間に合わないんでですね、もうすいません、お願いなんですけども、こっから先こういうメカの説明多いです。で、ガンダムのプラモの完成品ですね、あの、特に戦艦関係、<laughs> 持ってる人がいたらですね、ぜひですね、寄付してください。 あの番組内ですねあのあなたの名前をここに書いてなんとかさん提供のグアジンですがとかですねなんとかさん提供のザンジマルですがというふうに紹介しますからですねぜひとも寄付していただければダブっても構いませんその時はですね無罪でですね艦隊を作ってこれはガンダムのオープニングシーンを再現した映像ですがというふうに言いますからですねできればレンタルではありませんもうそんなものを僕送り返すのも嫌だし番組放送中に 壊すすす。か分かか分りませんからでででね。出来はどうでもいいです最悪塗ってなくてもですね、僕はもう一色で吹いちゃいますからですね。えー、ガンプラでですね、あの、宇宙戦艦ですね、と,とかですね、あとビッグトレイとかあるじゃないですか、後にですね、あっ、あの、えー、っと、アッザム、アッザムとかですね。 えー、ランバラブラ乗ってるですね。あの、陸上戦艦みたいな、あんなのも持ってる人がいればですね、ぜひともですね、寄付していただきたいと思います。えー、それではですね、えー、っと、無料はここまでです。パップは逆。あ、そうだパップはね、上下逆だった。ああ、これね、なんかね、スタンドがね、これなんですよ。で、こんなもんにね、つくはずがないんだよな。よいしょ。 パプはな、どうつけりゃいいんだろうなもうつかねえよなこのスタンドたぶんなんだろうなはあじゃあまあとりあえずこんなふうにつけといてはい、えー、このパプアもですね、あのー、バンダイの安いプラモデルで持ってる人がいたら完成品を持ってる人がいればぜひ寄付してください、えー 今日はですね、機動戦士ガンダム第9回ですね、えー、第3話のですね、敵の補給艦をたたけ、ようやっと、えー、3回目最終回になります。<laughs> お待たせしましたですね。ガンダムオリジンというのはですね、NHK でやってましてですね、まあ、毎週毎週見てるんですけども、先週のガンダムオリジンはですね、士官学校に入って、 る話ですね。あのシャアが主人公になってるので、シャアがですね、えー、士官学校に入って、ジオンの士官学校に入って、でガルマと出会う、ガルマザビと出会うというところでした。 えー、でもう、まあ、運動からですねあの軍事教練からですね勉強から何から何まで最優秀のです、ね、シャーズナプリに対してです、ね、あのザビ家の棟梁いわゆるもう今ジオンを支配しているザビ家のです、ね、末息子のガルマザビはですねもうコンプレックスしか感じないわけですねで、えー、番組のですねその、まあ、この間の日常のアニメの,です、ね、あのクライマックスは えー、登山行軍ていうです、ねまあ、山を登って山を越える訓練のです、ね、最中で,です、ね、あのシャアは戦闘、ね、をどんどん,どん,どんこう進むんですねでそれに対してです、ね、ガルマは、まあ、なんとか2番でついていくと本来だったら体力もないし、まあ、運動もそんなうまくないので,です、ね、真ん中辺りのグループでいいのがやっぱり。 自分自身のプライドもあるんでしょう。何度かシャアにですね、取り付いて2番手で行くんですけども、途中で雨がザンザン降ってしまう。コロニーの中ですから、管理された雨なんですね。この位置に何時間降らせるっていうような、管理された雨が降ってるんですけどもですね。えー、雨宿りみんなしてる時に、まあ、シャアもですね、もちろん岩陰で雨宿りしてるんですけど、ガルマはですね、小雨になった瞬間にシャアを今がチャンスとばかりですね、追い抜いていくんですね。 でシャアは「おいおい」とかって言うんですけども、まあ、ガルマはだあの「あ、おいおい」って言わないなシャアはねその時にねなんか居眠りしてたんですねというか居眠りしてると思ってたでガルマは追い抜いてですねどん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 行ったら、まあ、シャアは「ああ?」という感じで見てるとで無,理の中無理してです、ね、雨の中、えー、慣れない山道を、ね、歩いてですね、えー、ガルマはです、ね、足を滑らせて崖から落ちてですね、まあ、足に怪我してしまうわけですね で後から来たシャアがですねあれって思ってみたらガルマが下の方に落ちてるから、まあ、シャアは自分がトップで行ってるという立場を捨てて下の方へ助けに行ってあげるわけですねで助けられたですねガルマはですね「えー、ほっといてくれもう僕を殺してくれ」っていうふうに言うんですね、えー「君なんかに僕の気持ちはわからない」とあの「ザビ家のなんだろうな,あのなんだろう息子という立場はお前なんかに分かりこないんだ」っていうふうに、まあ、そんな感じで魂の叫びをしたらですね まあ、あの、その瞬間、あの、シャアはガルマに、まあ、多分友情を感じてしまうんですね。で、あの、ガルマのためにですね、テントをこう、四隅に棒を立てて、テントを張ってあげてですね、で、えー、どう、どうか、とか、君の宮殿だっていうふうに言うんですね。えー、原作の漫画でこんな感じになってます。えー、っとですね、どうだ、君の宮殿だ。 もうちょっと安彦さんの癖のある小回りだから分かりにくいんですけどもでその時のポイントがですねシャアの目なんですねずっとこうサングラスで上の段で目を隠してるんですけども、えー、ガルマがですねシャアを見返したらですねそのシャアの目が透けて見えてるんですねで大体いい漫画表現においてサングラスの中の目が透けているっていうのはですね 本音を表すっていうことなんですけどこの時の,そのシャアの目って安子さんがものすごい調整して描いてるんですねあのいわゆる優しい目というやつになってるんですよで、えー、これですねアニメの方でもちゃんとそうなってますアニメの方でもですね、えー、ほとんど同じうこれもあの注意して描いてますね片目だけがやっぱ目が見える感じで、えー、目をですねあの出していますで ガルマがですなんでこうシャアがこんな優しい名になるのかっていうと、あのー、ガルマのですね、言っていることを、君なんか僕の気持ちはわかりこないと。ザビ家の一人息子っていうのがどんな、一人息子じゃないですか、まあ息子っていうのがどんな立場かっていうのは、まさにシャアがこれまで言いたくても言えなかったと。 だって、そんなこと言っちゃったら、シャアがこれまで築き上げてきたものとかですね、今、必死で強気で頑張ろうとしていることがですね、全部崩れてきちゃうわけですね。で、で、それを臆面もなく、ほとんど初対面に近いというか、ライバルだと思ってる自分に、臆面もなく言えてしまうガルマというのに対して、なんだろうな、もちろん、 もちろん心の,心の表面ではバカにしきってるんですけども心の奥底でなんか自分の気持ちをかきむしるわけですね。これがですねなんかこう認めたくないわけですよね。だから今回のですねそのあのー、オリジンのですねガンシャーはですねもう本当にセリフが。 少なくてですね、もともとセリフはあんま多くないんですけども、内面の見える演技がほとんどないんですよね。で、えー、その後ですね、まあこれで親しくなったガルマはですね、えー、いきなりですね、なんだろう、士官学校のあの、シャアと同室になってきて、あの、それまでシャアと同室だったやつがいるんですけど、そいつを追い出して無理やり同室になってきてですね、で、えー、まあ、あまりのその無邪気さにシャアを思わず笑っちゃうわけですね。で 夜はですねシャアに負けまいとですね勉強ばっかり一生懸命やってたらですね思わずですねその,そのガルマ勉強して机で突っ伏していたガルマにシャアは毛布をかけてしまうんですよ。で例えばここでですねそのシャアのその行動の受け取り方としてさっきも言った通り 延々内面を見せないのでです、ね、あのまあここで優しくして売り込んでおけば出世できて便利だとかこいつにちょっと取り入れでもないんだけども友情があるふりを見せとこうっていうこともできるんですけどももしシャアがそういうふうに思ってるんだったらですね 全体が終わるはずがないですね。その後、例えば翌日朝、えー、ガルマが起きて自分の肩にかかった毛布に気が付いてシャーにありがとうって言ったら「いやそんなことないよ君は僕の大事な友人だ」みたいなセリフをやってですねその後、シャーがにやりと服装そるというようなシーンを入れると初めてそういうのが完結するわけですね。でそういうふうなことをしないっていうことはやっぱこのサングランスの中の目のシーンを含めてですねその あのシャアの中に明らかに葛藤というのかな二面性が現れてるっていうことなんですねシャア自身も認めたくないとですね若さゆえの過ち例えば心を開いてはいけない人間につい心を開いてしまうとか俺は友達なんか作らないと誓ったはずなのに誰かに友情を感じてしまうっていうなんかこの時に、まあ、そういうのが発生してるわけですねそういう若さゆえの過ち。 もっとこれ大きい流れとしてんでそもそもガルマの父デギンザビ皇后とかですねあと兄ドズルですねがあそこまでガルマを溺愛するのかっていうのがこう分かってくるんですねそれはガルマのなのなる能力なんですよ。ガルマ・ガルマザビっていうこの甘ったれのお坊ちゃんのそれゆえにですね自分の弱みをこのんだろう人に見せれる。でそれは シャアが一番本当は欲しくてできなかったことですよね。あの子供の頃ですね自分の部屋へズカズカと入ってきたキシリアザビとかに対してガルマは一瞬そういうふうな対応をしようとしたんですけどやっぱできなかった。シャア自身が大人に対して何か本音で喋りたかったことっていうのをですガルマはもうどん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 やっちゃう。そういうふうなガルマに対してシャアはどんな思いを持ったのかっていうのがちゃんとこう伏線でこ,うここで入っているわけですね。 だから、なんか、あのー、なだろうな。デギンとかドズルが、そのガルマをすごい可愛がってるように見えるんですけど。それは、その能力というのを見てるわけですね。ギレンにはない能力というのは、何かというと、やっぱ愛される能力なんですよ。ギレンというのは恐れられるし、尊敬されるんですけども。そこが決定的に足りないので。デギンはとりあえずつなぎとしてしか見てないし、ドズルはいずれ俺を超えてっていうふうに言ってるのも。その。 人間として個人個人の才能ではなくて、もっと大きいものっていうのを、まあガルマには感じているわけですね。で、それがそのあの <laughs> 機動戦士ガンダムのテレビシリーズでは、それをどこで描くかというと、かなりもう後回し後ましになっちゃってるんですね。だからイセリナ恋イセリナ恋の後っていうところで、なんでイセリナイシエンバッハっていう女の人があんなにガルマのことを好きだったのかとか、なんでその 自分で殺してたのに後でシャアがあんなに落ち込むのかっていうのを見せることによってガルマっていう人間をちょっと多面的に描いてるんですけどもやっぱあのまだまだ書き足りない部分がある今回の「ジオリジン」でもやっぱりねここまでやってるんですけどなかなか伝わらないわけですね。えーまあ、優れたもののににはは、わかるる、るガルマの魅力力なんですよ。つまり、自自分分ががが持ってる自分が能力がある人間には 俺にはこれがないなっていうふうにガルマのことはわかるんですけども逆に自分が優れてない人にはガルマっていうのはただ単に余ったれた坊ちゃんっていうふうに見えちゃうんですねまあわかりにくい心理描写だったのでちょっと今回はですね珍しくオリジン版というのを解説してみましたでここはですね後にテレビ版の13話ですねジオンの脅威のですねあの坊やだからさ ま、あ、見比べてみると面白いかもしれません。えー、それはこのガンダム講座の中でもまたやろうと思います。えー、ではですね、あの、今回はですね、敵の補強艦を叩け第3回ですね。えー、これの見どころです。あの、まあ、ようやっとですね、本格的な戦闘シーンに入りました。えー、これまでですね、ホワイトベースの主人公がですね、襲われたので防戦する、防ぐっていうばっかりだったんですけども、ついにアムロたちの攻撃の番になります。で、 アムロたちの攻撃の場になると、さあどうなるかと思ったらですね、カメラ、つまりあの視聴者が見てる主観は今度はジオンの方に完全に映っちゃうわけですね。でそしたらですねあの、ジオンのですね、今回は圧倒的なプロフェッショナルの戦い。ホワイトベースの方が素人の戦いなんですけども、ホワイトあのジオンの方のプロフェッショナルなやり取りっていうのが、まあ、今回の見どころになっています。とにかく攻められた時のプロの対応がですね、どんどん見えてくるとですね、えー コマーシャル直前のアイキャッチ、あの、コマーシャルを挟んでアイキャッチがあるんですけども、このアイキャッチ前後のですね、ジオンのおじさんたちのですね、かっこよさにですね、えー、解説する岡田斗司夫は悶絶してますからですね、<laughs> 岡田斗司夫の悶絶をご覧ください。と、とにかく、 敵のね補給中を狙ってですね正義の味方側が攻撃をかけるっていうですね、えー、古今東西アニメ史上初めてのですねそんな不思議な面白いです、ね、戦闘シーンがまあすごいです、えー、事前にあれこれ言うのはここまでにしましょうそれではですね、えー、ガンダム講座始めてくださいでガデムコンベアパイプをやられた船を無罪から離せ で、言ってる最中にも、被さるようにジオンの兵隊が第二波来ます。七六っていうふうに言います。まあ、あの、このミサイルらしきもの接近、あの、衝突まで3。三二一でカウントダウンしてると、あの、シャアとかでもやってるのは、一刻も早く、もうぶつかるのはもうしょうがないから。えー、両方とも誘爆してですね、二艦とも。 落ちるのを防ぐために船を引き離そうとするんですね。で、船を引き,引き離せて言ってるときに、第2吐きます。7、6というふうにカウントダウンしてると、シャアがガデムに、ガデム運んできたザックを放出しろと。もう通常の補給はこの瞬間シャアは諦めて、宇宙空間で構わない。コンベアパイプなんか構わないから、どんどんザックを出してくれと。ガデムが、ああ、なんとかしようって言うと、兵隊が2、1っていうふうに言います。つまり、 第2弾きます。7654321の543のカウントダウンの部分を本当は背景で言ってるんだけどそこを飛ばしてシャーとガデムのもうそんなミサイルが迫ってくるということ関係なく次に何をすればいいのかというやりとりで語るんですね。ここら辺のそのジオンのですね兵隊の そのブライトさんの,です、ね、あの連邦軍のホワイトベースの中の混雑ぶりというかです、ね、混乱ぶりに比べてなんてジオンのです、ね、このかっこよさ、えー、やり取りが誰かを責任追及するわけではなく何でこんなことになったのか何でミサイルが見つからないのかとそんなことではなくどっから来たのかではなく今何をすればいいのかというとミサイルが当たって両方とも誘爆で 無くなっちゃうのが一番ダメだから、まず二つを引き離して。引き離したらコンベアパイプがもう使えなくなるから、じゃあ、えっと、ザックを宇宙空間に放出してくれっていうふうに言ってる間に、ミサイルが次のやつがドーンとぶつかると。えー、っと、で、ガデムの方にカメラが映って、えー、ガデムのセリフ、ザックをシャアに渡さにはならんのだというふうに部下に伝える。もうすでにミサイルは当たってるんだけど、そうじゃなくて、この船のことは諦めて、船の倉庫にある物資、 武器、弾薬、食料を宇宙空間に本質ってとにかくシャアに渡せっていうふうに部下に命令する。シャアのセリフ。これ、ガデム、シャア、ドレンのセリフ。3つ連続でバンバンバンと出ます。ガデム、ザクをシャアに渡せにはならんのだ。シャアが、マシューフィックス。船の外でザクに乗り移る支度をしておけ、私は先にモビルスーツで出撃する。ドレン、あるだけの高弾ミサイルを水平打ちするんだ。三者三様に、その場で取るべき 最適の手段っていうのを部下に命令します。ガデムはまず何よりも持ってきたモビルスーツをシャアに渡すために放り出せっていうふうに部下に命じてシャアは放り出したモビルスーツに乗るためにパイロットにまず船の外に宇宙服着て出て行って乗り込んで乗り込めた。で僕はもう赤いザクが自分のものがあるからそれで先に出て時間を稼ぐっていうふうに指示してドレンシャアの部下はですねあるだけのミサイルを水平打ちしろと。つまり もう攻撃されて方向もよく分かんないしどこに敵がいるのかも分かんないんだけども今できることはとりあえずの武器をどん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 発射するっていうですねそのことしかできないのでやってしまうということですね。でこうあるだけの高弾ミサイルを水平打ちするんだってドレンが言ってミサイルをバーッと水平打ちしたらなんか太陽の方でダダダダッと撃ったんだけど爆発すると。 多分ね、命中してない。ミサイルが自爆しただけなんですけど、ばーっと命中したところで、ようやっとアイキャッチが入って CM に入ります。もうね、今回主役はジオンなんですよ。何が今回面白いかって言ったら、つまり冒頭ホワイトベースの中の揉め事やってるんだけども、戦闘になった瞬間に見てる人の主観は、確かにどうやって攻撃するかっていうアムロとリュウとのやりとりはあるんだけども、明らかに面白みっていうのは、 いかに敵からの攻撃を受ける前に補給を済ませるのか、そして攻撃を受けたら次は何をすればいいのかという能力がある男たちがなんかね、自分たちの能力というかね、持ってるものとかを100%、120%使いながらどうここを生き延びるのかというふうにやっちゃうから、もう見てる人間は絶対ね、ジオンの味方をして見ちゃうわけです。<laughs> でそこでアイキャッチで CM に入ってしまって、 もうあの、どっちが主役だけだっけとで、CM が開けたらですね、いきなりですね、なんかあの、指、え、揮、ー、を取るドレンのシーンから始まってですね、<laughs> 相変わらず、<laughs> 相変わらず、ジオン視点です。延々。えー、っとですね、これがですね、あの、シャアの部下のドレンですね、これがですね、えー、部下に行ってます。えー、っと、 シャアが、ドレイン、パプアをカバーするんだ。この攻撃はモビルースーは戦艦じゃない。もうコックピットに乗ってですね。あの、シャアはシューと、あの、宇宙空間に出てるんですね。そしたらドレインは了解です。180度回答を急げ。残りのミサイルのあるブロックは、全弾太平、太陽向った水平にぶち込め。と言って、メガ粒子砲のエネルギー重点にどんくらいかかるか、5分20秒というふうに、こう言います。え180度回答を急げって言ってるんで、この前の、 えー、ジオン兵は一生懸命ダリンをこう、ぐるぐるぐる、宇宙空間でもダリンあるんですね。<laughs> ま、あここら辺のね、なんかちょっとレトロさがガンダムの面白いところだけど、ぐる,ぐる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 回して。 回答、いわゆるホワイトベースと同じですよね。ようやっと攻撃体制を取ろうとしてます。で、相手の方に頭を向けようとしてます。で、メガ粒子砲法ですね、のエネルギー充填にどれくらいかかるか、5分20秒かかるというふうに言われるんですね。そうすると、ドレンが、えい、ー、遅いわ、メインエンジンのパワーを落としすぎたというと、ジオン兵が、第3波、た、来ます。7、6、5、4っていうふうにカウントダウン始まります。この圧倒的なですね、戦闘のテンポの良さ、そして、視点が完全にジオンの側になってしまって、で、おっさんたちが、 もうとにかくね、どれも何、ね <laughs> あのー、だろうなあの補給艦のですねえー、っと何だっけガデンもかっこよすぎるんですよねでそれを見せていってで時々あの攻撃してくるコアファイターとかも映るんですけども本来だったら攻撃してくるコアファイターの中の竜さんがいて竜さんが「えい、ー、じン名!」って言ってなんかスイッチ入れて基準打つシーンがあってもいいんですけど一切ないんですよね。<laughs> なんか コアファイターのあのコックピットは青く塗りつぶされてです、ね。青く塗りつぶされてるのは非人間性、いわゆる何だろうな、主役ではないっていう意味なんですね、アニメにおいては。あの、もし見てる人間の感情移入させたいんだったら、コックピットはちゃんとガラスは透明に描いて、中にいる人間をちゃんと描いたら、その瞬間見てる側の主観っていうのは、 飛行機に乗ってる側に映るんですけれども、飛行機の、あの、なんだろうな、ガラスを青く塗りつぶしちゃうということは、いわゆるそれはサングラスをかけている人間と同じで、その人の感情を見せたくない、主観に入らせたくないっていう演出意図なんですね。というわけでですね、サングラスをかけている状態のですね、中が見えない、誰が乗ってるかわからない、得体の知れない飛行機が我らのジオン機を攻撃するという攻撃 <laughs> シーンが重なってですね、もうここら辺のシーンは延々、 なんだろうな逆襲を受けているジオン頑張れっていうふうになってくるんですね。で、えー、ガンダムがですね、そこでようやっとガンダムが出てきてですね、まああのバズーカ砲みたいなのを抱えてですね、バズーカ発射したらですね、それに対してシャアが、えー、マシンガンを撃ったらですね、一発目外れて、二発目でようやっと自分のですね、無罪に。 あの、飛んでいく、えー、なんだろう、ガンダムが撃ったバズーカを撃ち落とすのに成功するんですね。これ、第2話のですね、ガンダムが発進して、ええー、と、無罪からのミサイルを撃ち落としたシーンに対応してるんですね。アムロもシャアも両者とも一発目は外して、二発目で、えー、敵の弾をですね、撃ち落として危機回避だから、実は両者の能力っていうのかな。それは、モビルスーツ、アムロの方は、モビルスーツの高い能力と、 アムロの低い能力ですね。で、シャアの方はモビルスーツの低い能力とシャアの高い能力っていう、まあこの関係あるんですけど、ほぼ両者の実力が拮抗していて、で、今回のシーンがですね、そのジオン中心に組み立てられているという証明にもなってるんですね。第2話のアムロを中心とした、ホワイトベース側を中心とした攻撃される側の恐怖っていうのをですね、今度はシャアを中心にしてジオン側で書くというふうなことをやってます。で、 もうあのー、いかにたじゃあ俺たちも戦ってやるかというガデムさっきの爺さんがですねいい味を見せて意地を見せるというですね明らかにこの主観がジオン側の方に行きます。でやっとですねええー、第3話にしてですね「太陽を背にした」というのが何度も何度もセリフに出てくるんで「太陽を背にしてですね これは、すごい早く3回ぶつかるようにガンガンガンって戦うシーンが出てきます。で、えー、と、まあ、逆光でぶつかるザクとガンダムだから、もうこの絵だけ見てると語学に見えるんですね。で、ただ、ただ、アムロの方はシャアの戦いに振り回されていてですね、あの、まあ、ガンダムとかが吹っ飛ばされたりしてですね、こう、フラ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 してるんですね。で、シャアは、フフ、<laughs> モビルスーツの戦闘の違いが戦力の決定差ではないということって言った後、こう、 ザクの肩をぶつかってガンダムにガーンとぶつかって油がうわーってなったらこう教えてやるとかって言うんですけどもそこまでやってですね至近距離でマシンガンを撃ち込んでもですねガンダムに全然効かないんですね思い返せば第1話もう今はいない死んでしまったですねステッチだかジーンだか忘れてしまいましたけどこの戦争を始めたですね奴が まだこのモビルス動けないようですで攻撃しますと言ってマシンガンで撃ってザクマシンガンが効かないなんでだってパニックになった後、「至近距離からの攻撃だったらいけるはずですって言ってたんですけどもシャアはもう肩でタックルして相手を散々にですねぶつけて痛めつけたところでさあ大丈夫だろうと思ってザクマシンガンで撃ったらですねなんかす,すぐに防御されてです、ね、全然、ま、ザクマシンガンが効かないんですね。で それに対してアムロのシャーメイっていう風に言って、頭のガトリング銃、いわゆるこれもマシンガンなんですけど、これで攻撃するとですね、あの、ザクは後退するんですよ。もう後ろに下がっていくんですよね。つまり、シャーのザクのマシンガンっていうのがあまり効かないのに対して、アムロのこの頭についてるマシンガンは相手に対してある程度の効果はちゃんとあるんですね。これぐらいの兵力差があると。で、アムロはいけるって思うんですけども、まあ、 そんな攻撃をやってる隙にアムロの方は素人ですからバズーカの弾をどん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 使っちゃうんですね。ということでバズーカの弾頭がなくなったという時にようやっと真後ろにいつの間にかシャアのザックが来てるのに気がついて後ろって言うとアムシャアは遅いって言いながら後ろ側から襲ってきます。シャアにしてみればですねいくら敵のモビルスーツが攻撃力が高く防御力が高いと言っても後ろを取られた時点で負けだろうと。 後ろと今更気が付いても遅いという意味で遅いって言うんですけどもそれで後ろから行ったシャアがですねアムロがこう襲ってくるのを左腕でグイッと押しのけて右手で,ですね下から持ち上げるようにして腹の部分をボーンンとパンチすするんですね。腹の部分にはガンダムのコックピットがあってジオンも連邦も腹の部分にコックピットがあるんですね。これはは人間は腰の部分が一番動かかないから。 人間が乗るタイプのロボットみたいなものを作ったらどこにコックピットを作るべきかということで実はその1950年代、60年代ぐらいにいろんな人が議論してたんですね。マジンガー Z がやってるのは頭の上に乗ってるっていうのは最もだってロボットがちょっと動くたびに一番振り回されるところだからあれをやったら中の人間がもう生きてられないと。だからパトレーバーにしろガンダムにしろですねリアリズムを追求したロボットっていうのは必ず腰の位置の人間の重心位置がある位置にコックピットをつける、作るんですね。 で、シャアは連邦軍のモビルスーツはよくわかんないんだけども、あの形からしたらもう明らかに腰の位置しかないということで、ガンダムの腹をゴーンと殴ると。腹を殴るというのはレバーパンチというやつで、ボクシングでもやっぱ相手に一番ダメージを与えるんですけども。で、ガン,ガンダムにしてみれば、あの、ガンダムのコックピットというのはコアファイターという飛行機場になってるんですけどこの飛行機場がちょっと姿勢が変わって、で、目の前に 液晶テレビみたいなのが降りてきてるのがこうガンダムのコックピットなんですで。この液晶テレビみたいなやつが実はガンダムの装甲の腹の部分だからですね。まあ、言っちゃえば割と、ね、狙われたら嫌な部分をザクに下から持ち上げるようにしてグワーンとやられてガンダムをこう吹っ飛ぶんですけども。で これでやられたと思ったら、シャアはあ、アムロは、うわーって言われて、危ない危ないって言ってロケット噴射してですね、なんとかこう持ちこたえるんですけども、もうシャアは困っちゃって、えい、連邦軍のモビルスーツは化け物かと。これだけでも攻撃でもというふうに言うんですね。そうするとドレンの方からですね、<laughs> シャア少佐お戻りください。ムサイはメガホーム使えず。5分20秒かかりますから、エンジン出力下げちゃって。ムサイはメガホーム使えずというふうなことで泣き言を言います。とシャアは、<laughs> ザクはどうしたんだまだ受け取っておらんのか ドレンが、パパのカタパルトがやられてるらしいんですよ。ま、ま,まだザックは、シャアが、ザックだけでも手に入れなければならない。今行く、なんとか持たせろってことで、もう化け物みたいに潜りつつて、どうやっても勝てないのに、もう任せておいた副官が、シャア昇さんどうしましょうと、メガホンまだ使えません。え、ザックまだ受け取ってなかったのいや、あっちカタパルト壊れててって言ったら、 とにかく今行くよとだけ言ってですね。<laughs> <laughs> 大変ですよね。<laughs> だから。 ブライトさんは情けなくて大変なんですけど、シャアはシャアで、出来すぎるから大変なんですね。いわゆる中小企業でよくある、すぐに社長を呼べ問題というやつで,ですね。社長が能力ありすぎたら、社長がどこに行っても問題解決しちゃうから、結局社長の指示待ちになってしまうというですね。能力のある館長は館長で、これはこれ困ったもんだなっていうのが分かってしまいます。で、またこの館長が赤い制服を着て赤い目立つモびりつつ乗って、まず真っ先に出てしまうもんだからですね。<laughs> <laughs> かなり戦争としてはまずいことになってるんですけど、ただ、これまでのジオンの、いわゆる冒頭でですね、ドズルの言っていた十分な戦力があった昔ならともかくという時には、このシャアの戦い方って十分だったんですね。シャアが一人ぐらい自分の宇宙戦艦っていうのをもらって、もしかまあ借りてるかはわかりません。で、赤いモブリスーツに乗って、真っ先に戦場に立って、宇宙戦艦の、なんだろ、艦長までやってるやつが本当は、 いわゆる、それって、あの、原子力空母エンタープライズ号の艦長がですね、えー、戦闘機に乗って出るみたいなもんですから、これを言えば皆さん、どんなに無茶かわかりません。それはもう、インデペンデンスデーですよ。日本が侵略を受けても、多分安倍総理 F15 に乗って飛ばないはずなんです。でも、シャアがやってるのは全くそれと同じことで、そんなことやっちゃダメなんだけど、ただ、ジオンがベテランの軍人が多くてですね、軍備が圧倒的にあって、 補給も自在な時は、シャア一人ぐらいがそんな無茶苦茶なことをしてもですね、逆に周りから褒められたり、憧れられたりしたんですね。でももう時代はそういう時代じゃない。そこの段階で、でも、そこでもまだシャアは自分一人の手で何とかしよう。まあシャアはシャアなりにベストを尽くそうと思ってるんですね。でもそのベストを尽くすということが、なんか部下に頼られてしまうという状況を作ってしまう。ですね。で、 両者の勝利条件がそれぞれ違います。ホワイトベースにとっては、このチャンスにシャアを叩くっていうのが、まあ、勝利条件です。どういうふうに言えばいいかなあの、つまり、補給する前に、補給を完了する前だったらシャアの無罪、宇宙船は弱いはずだから、この機に叩いてしまう、敵を沈没させてしまえば、ホワイトベースの勝ちなんですね。一方、シャアにとってみれば、 この戦争、戦闘に勝とうとしてないんですね。補給を受けさえしたら、次の戦闘、その次の戦闘、その次の戦闘で勝つ確率が高くなるから戦ってるだけなんです。だから、実は戦闘というのはいつやめてもいいんですね。補給完了が目的だから。なので、そのホワイトベースをですね、自分たちの補給ミスで逃がしちゃったら、シャアの負けなんです。両者ともホワイトベースとジオンとで勝利条件が違う。ホワイトベースは不安だから敵を 倒さななきゃゃいいいけないとういうふうに思っちゃっちてるんですね。でも、ジオンの方はいやいやいやと、あの、補給さえ受けていれば、こっから先、実はホワイトベースがルナ2に逃げ込もうとも、その後どこに行こうとも、どこかの時点でガンダムを露閣、いわゆる、あの、分って、で、ジオン本国に送ることができるだろうと。現に、ドズル中将は、冒頭のシャートの通信で、えー もう無罪なんか潰れてもいいからとにかくガンダムというその連邦のモビルスーツを捕まえろと言ってシャワは了解と言ってますもう唯一敵のガンダムモビルスーツをですね分撮りさえすればそれに何ヶ月かかろうがジオンは勝利なんですねそれに対してそういう長期的なビジョンのないホワイトベースの、まあ、ブライトさんはとにかく目の前にいる敵を叩いて潰さないと不安でしょうがないなので シェア共作がやっぱり起こっているのでホワイトベースが取れる戦略っていうのはすごく狭いんですねはい、いかがでしたかえー、無料部分ここまで終わりですけども、えー、両者の勝利条件の違いとですねあとまあシャアがすぐにあの前線に出ていくのですからあのシャアの部下結局育たない問題っていうのをですね、まあ、前半では語りましたこれの2つが前半の講義のポイントでしたさて後半はですねようやっと ようやっと、メガリウシフォのチャージが終わりました。5分40秒かかった。メガリウシフォのチャージが終わってですね、えー、みんな大好きドイ、ね、ドレン福かのです。ドレン副長の反撃がいよいよ始まります。えー、それでは、準備大丈夫ですかえー、有料放送の方に、えー、切り替えてください。